ミーティングといって、去年は、ここ会場に、7つの都市の、ディレクターたちが集まっていろいろ議論を重ねたんですが、それを各都市で持ち回りをしようという話をしていて、年々その協力都市というか一緒のパートナー都市も増えていくので、今度はそれ去年の仲間の中に上海が加わって、広州というですね、韓国の南側の方にある町にみんなで赴いてですね、そこで議論をすることになります。でその後またどっかに行ってどっかに行ってっていう感じでどんどん増やしながら、まあ、ゆるゆるとなんですけれども、みんなこう話してみると全然ボーダーはあるんだけれども、実はやっぱりね、この部分はすごくつながってるなと感じるところが多いので、まあ、そういう活動がすごく重要なんではないかというふうにも思いますし、そうやって街がこう豊かになっていくこととか、あのサポーターが増えるということを目指して今後も広げていきたいと思っています。で最後にあの今日カフェ流線形のゴーラさんお越しいただいているので、あのあそこに、同じようにサンディエゴでやったのと一緒 の, あのようにこう、エアストリームでもう一回やりたいなというので、ご協力をいただきましてありがとうございました。コーヒーが明日とか、はい、明日明後日と、はい、明日は11時から、明後日は8時半から、朝8時半から美味しいコーヒーが飲めますので、皆さん朝散歩がてら今も見れます。あ、そうですか、はい、はい、ということですので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、あの今日はそんなことで、井上さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そうです、あ、今ちょっと講習の話が出ましたけども、会場がですね、東京のスパイラルっていう、我々が働いているスパイラルというビルが表参道にありますが、7月30日の、夜7時から9時までの間、9階のスペース、小さなスペースなんですが、そこにですね、講習のパートナー の, あのいくつかの方がいらっしゃって、1人は講習デザインセンターというところの所長さんがお見えになるのと、あとこの秋オープンをする予定の文化の伝道というものすごく大きな、あの、まあ、アジアのハブになると言って作られた大きな大きな施設がありますが、そこからキムなんとかさんっていう女性のですねがいらっしゃって、まあ、こういう広州の取り組みとか、主には広州ユネスコ創造都市というのに昨年から参加をされていて、メディア芸術で栄えていきましょうということで、あの力強く表明されているので、まあ、そういうお話とか、そこにアーティストがどういうふうにかかっていくかみたいなことを議論する場を設けたいと思っています。もしかするとご案内行ってない方もいらっしゃるかもしれないんですが、あ、申し込みはどこにすればいいのかしら、象の花テラス橋爪までということでですね、なので、あの、ぜひどしどし、あ、出てましたね、そうですね、あ、スパイラルの方から見ていただければと思います。そこでもそういう話も、あの、引き続き出てくると思いますので、まあ、交流をどんどん広げられればなと思います。以上です。ではどうもありがとうございました。